新中組は、幕末期に、房総半島、九十九里浜片海地方で放棄した、上位派の民間団体。浪人が指導する貧民たちが、次第に九十九里一帯で、武器、資金を、強制的に浮遊農民、網主、商人から徴収する中で、世直し適用素を一部持ったと言われる。そのことをもって、新中組を、在野の自由民権運動の先駆けとして評価する。 論者もいる。文久3年12月4日、和佐国尾関神殿の大村や旅館を接収して、新中国右市旅館という大きな表札を掲げて本拠を置いた。組員87人で、武士は三浦立脇、楠木ノキ次郎らロ6人に過ぎず、ほとんどが無宿舎や浜地の仮想民出身者で構成された。当初は水戸天狗党島の影響を受けた。 上位運動として開始されたが、当時の他の尊上グループのように名家や、苦業の支援を受けることなく、九十九里地方の豪商や豪農網元から、強制してその金を貧困にあえぐ、農民、漁民に分配した。そのように、次第に、貧民救済の義民的運動の色彩を強め、世直しを掲げるようになる。全体委員に、精をつけさせて、 武士も町民も農民も漁民も一切差別を認めなかった。触れ書きを出して大きな運動への発展を計画していた。それは短期間であったが南房総における地方権力の様相を帯びつつあった。しかし、新中組に強制された商人たちは、江戸環状奉行や各地の領主に被害届を提出し、現時元年1月17日、幕府が差し向けた福島藩。 一宮藩、多古藩、桜藩らが、藩兵1500人を動員して、新中組の3拠点を攻撃。その結果新中組は、1日で壊滅した。大村屋では、東金周辺に領地を持つ福島藩兵を中心に、関東を取り締まり出役配下の案内人などにより、大砲、小銃で攻撃され、クスの木を閉じる大以下7名が自陣、打ち死にしたが、 大半の組員は逃亡したとされる。大村屋襲撃の方を受けも原寺投稿員在の三浦立脇基保は、大村屋へ向かうが閉じ、ソリキン村で一宮藩兵に迎撃され捕獲された。また、八日市場福禅寺在の組員も、大村屋に向かうが途中、大村屋が制圧され7名が死亡したとの、情報によりその場で解散したがいずれへ立ち回ったかは、不明である。そして、 3月29日に高村の押し置き場で残首された。この時の残首になった者は、三浦ら12名で、処刑された後、首と死骸は、小関新海と作田川の大橋の近くに3日間、晒された。ありがとうございます。